西日本放送、西日本放送ラジオ、西日本放送ラジオは、西日本放送が運営する、AM ラジオ放送部門。通称は、RNC ラジオ。西日本放送の放送のうちテレビは、香川、岡山両県を放送対象地域とする巡航域局であるが、ラジオは、名目上は、香川県のみを放送対象地域とする県域局である。 西日本放送の会社情報については西日本放送をテレビについては西日本放送テレビをそれぞれ参照。ネットワークは JRN と NRN のクロスネット。現在の2大ネットワーク確立当初から1997年3月までは NRN の単独加盟で報道番組についても対岸を挟んだ岡山県の山陽放送との住み分けで NRN のニュース番組の取材を、香川、岡山の両県担当していた。JRN とのクロスネットになってからは、JRNNRN とも香川県のみの取材対象となった。ラジオのコールサインは除花府。1953年10月1日開局。5時期点の24時間放送で、毎週月曜未明0時4時は放送休止。ラジオニュースの名称は、 提携先からとって四国新聞ニュース。2017年10月10日以降では全国の AM 局で唯一のラジコ非参加局であったが同年11月1日よりラジコでの配信を開始した。これにより全民放 AM 局がラジコに参加することになった。放送局記号は RNC。イメージソングは森田光一の季節のハーモニー。 毎日4時59分にはジャンクションが流れる。日曜深夜はメンテナンス等で休止となり、月曜24時の時報後、お聞きの西日本放送ラジオ。今日の放送はこれで終了させていただきます。次の放送開始時刻は明朝4時ですというアナウンスがある。西日本放送高松ラジオ送信書。本社、演奏書が置かれた。 2006年9月18日撮影 AM は全局性密同一周波数完全同期放送実施。蒸気送信書の他に1980年代の1時期高松本社屋上から FM 放送波を用いて実験的にラジオ再送信を行っていたが FM 香川開局と前後して廃止された。なお、 FM 保管中継局用として90、3MHz が割り当てられている。2019年2月27日に、総務省四国総合通信局から無線システム普及支援事業費等補助金の交付決定、同年6月26日には、予備免許交付を受けて、2020年2月16日に開局した。 放送時間は2021年2月9日8時26分時点のモノ TBS ラジオ制作編集部。ありがとうございます。